カツオブシ、鰹節削り節、カツオブシは、カツオの肉を射熟してから乾燥させた、日本の保存食品。なお、おかかはカツオブシ、または、削り節のことを指す。サバ科のカツオを材料とし、魚体から頭、ヒレ、腹側と呼ばれる腹部の脂肪の多い部分を切り落とし、三枚以上に、おろし、節と呼ばれる船型に成形してから加工されたものを、指して、カツオブシという。 カツオ節は、節類の代表的なもので、加工の工程や製品の形状の名称が共通する。三枚におろしたものを、亀節、三枚からット腹におろしたものを、本節。本節の中でも、背足を使ったものを、お節、腹足を使ったものを目節という。カに限らず、見おろしした魚を射熟し乾燥させた食品を、総称して、節類という。 節類は魚種によって、鰹節のほか、ソーダ節、鯖節、イワシ節などがある。鰹節は、節類の代表的なもので、鰹は、鰹に通じることから、縁起物として贈答品などに用いられてきた。また、鯖節は、関東地方では、蕎麦つゆの原料に用いられている。節類のうち、節そのものの分類としては、 魚を三枚おろしにした形状で加工したものを亀節という。また、背部と腹部に二分したものは本節といい、背部に当たるものをブ節、腹部に当たるものを目節という。なお、節をさらに加工した製品に削り節や粉節がある。節類の加工は、鮮魚をおろした後、射熟と法令を行い、さらにバイカや展示つぼし、 カビ漬けの繰り返しが行われる。これらの製造工程によって、不死類では、魚を射熟して、骨抜きの後放冷した製品を整理説、三番化による、売介まで完了した製品を診察魔説、売介を完了した製品を新説、新説の表面を削った製品を裸節という。さらに、裸節を天日乾燥して二番カビ漬けまで終わった製品を、 新仕上げ節、カビ漬けによる乾燥を完全に完了した製品を本枯れ節という。カツオ節を小分けで小包装したパック原料になっているのは一般的に新仕上げ節と呼ばれるものである。なお、サバ節にもカビ漬けをした製品とカビ漬けをしない製品があるが、生産品のほとんどはカビ漬けをしない製品である。カツオ自体は古くから 日本人の食用となっており、縄文時代前期にはすでに食べられていた形跡がある。五世紀頃には星カツオが作られていたと見られるが、これらは、現在の鰹節とは、かなり異なったものであったと見られる。宮下明は、鰹節港の中で、鰹ほど古代人が基重視したものはない。米食中心の食事が形成されて以来、鰹の煎汁だけが特に選ばれ、 大豆製の発酵調味料と肩を並べていたと述べている。モルディブ起源説モルディブ起源説は、鰹節の製法が交易により、モルディブから東南アジアを経由して、日本にもたらされ、その後日本において、カビ付けの工法が考案されたとする説である。今日、鰹節が広く、伝統的な食州として定着している国は日本だけであるが、インド洋の島国、モルディブには、 モルディブフィッシュと呼ばれる、サバカの葉ガツを原料とする、カビ漬けをしていない荒節が古くから伝わる。本説は、このモルディブフィッシュの製法が日本に伝わった、というものである。本説においては、カツオ節の日本における最古の起源は、沖縄にあると言われている。アイヌ起源説、枕崎詩詩などでは、 カツオ節はアイヌがカツオを保存用として、素干しにしていたものが起源であるとしている。アスカ時代の701年には大砲、大宝律令笛切れにより、この星カツオなどが、剣納品として指定される。うち、カツオは、伊豆、駿河、島、相模、安房、紀伊阿波、土佐、文後日向から剣納されることとなった。 現在のカツオ節に比較的近いものが出現するのは室町時代である。1489年のものとされる史上流傍長書の中に花カツオの文字があり、これはカツオ産品を削ったものと考えられる。カツオ節が文字として文献に登場する最古の資料は1513年にガジャ島から領主の種ヶ島家の貢ぎ物に関して記したもので、 鰹節とある。江戸時代に、紀州院南浦の住屋仁太郎という人物が、燻製で、魚肉中の水分を除去する、いぶし漢方を考案。これにより、現在の荒節に近いものが作られるようになり、梅漢方で作られた鰹節は、熊野説として人気を呼んだ。さらに1674年には、住屋仁太郎によって、土佐の宇佐浦に、 燻製法が伝えられた。大阪、江戸などの鰹節の消費地から遠い土佐では、カビの発生に悩まされたが、逆にカビを利用して乾燥させる方法が考案された。この改良土佐節は、大阪や江戸までの長期輸送はもちろん、消費地での長期保存にも耐えることができたばかりか味も良いと評判を呼び、土佐節の前世紀を迎える。改良土佐節は、 伊武し官報を土佐に伝えた、仁太郎の故郷に教えた以外は、土佐藩の秘伝とされた。しかし、宝永年間には、紀州の森野兵によって、枕崎に製法が伝えられた。さらに土佐与一によって、天明年間に、熊野や安房、共和元年に、伊豆へ製法を広めた。これにより土佐説、薩摩説、伊豆節が三大名産品と呼ばれるようになる。江戸期には、 国内での海運が盛んになり、九州や四国などの鰹節も江戸に運ばれるようになり、土佐の清水節、薩摩の薬島節などを大関とする鰹節の番付表が作成された。南洋町時代のトラック島における鰹節1883年に、東京の上野公園で第1回水産博覧会で、1908年に、 大日本水産会第1回、鰹節即売品評会が開催されるなど、各地で、鰹節の品評が行われ、東の焼津節、西の土佐節の品質が高く評価された。大正時代には、産地の枕崎などでは、鰹漁業と鰹節加工業が分離して、専業となったことで、鰹節の品質が向上したと言われている。枯れ節のカビは、 当初自然発生させていたが、昭和以降は、純粋培養した鰹節カビを噴霧することで、完成までの日数短縮と、好ましくないカビが発生する問題の回避を行うのが主流になっている。明治以降、日本が国際連盟の委任統治領としていた南洋諸島や20世紀に、日本が統治をしていた台湾でも製造されるようになった。 特に南洋物は安価であったことから大いに市場を拡大したが南洋諸島が第二次世界大戦後に日本の当地を離れたことでこの地域での鰹節産業は終焉を迎えたしかし台湾では日本食品として鰹節の利用も根付いた芝魚と呼び現在も東部の台東県や可燃県で製造されており 麺線などの台湾料理のスープを取るのにも用いられる。カ蓮県新城里には、七世芝生博物館という、鰹節をテーマにした、博物館がある。戦術のように加工は、鰹をおろした後、射熟と放令を行い、さらに売館や天日干し、カビ漬けの繰り返しが行われる。加工工程の際によって、鰹を茹でて干したのみの整理説。 それを燻製にした薩摩節、荒節、荒節にカビをつけることにより、水分を抜きながら熟成させる工程を繰り返した、本節、枯節、本枯節、仕上げ節など呼び名が異なる。鰹節という呼称は、燻製法ができる、江戸時代以前にすでに用いられており、蒸気のような各種のものを掃除て呼ぶこともある。鰹節と鰹節加工山脂の黒子には、 摂取すると発癌性など人体に有害があるとされるベンゾ、A ピレンなどの多官方鉱続炭化水素が多く含まれるものがある。パズは訓練に使用する煙が凝固したススとタールや原料魚に含まれる油脂の燃焼炎に由来するとされている。カツオフシグロコは工業的に抽出された脂や 調味液の原料として利用されているため、カツオ節黒子抽出物中の数低減のための技術開発が行われている。2015年時点で日本では規制値はないが、欧州連合、カナダ、中国、韓国などでは規制値が設定されており、カツオ節の輸出などの際に問題となることがある。一方で、カツオ節は旨味を抽出できる食材として、 海外でも知られるようになっており、日本企業による輸出や海外生産の取り組みが増えている。日本国内のかつお節関連事業者が共同で設立した信頼者、枕崎フランスかつお節は、訓練の燃料、時間を工夫することで規制値を下回るようにする技術を開発し、ブルターニュ地方のコンカルノーに建設した工場で2016年9月から生産を始めた。 静岡県八重洲市の鰹節メーカー、新丸商は製造工程を改良し、EU 向け輸出に必要なハサップ認証を2017年に取得した。インドネシアでは現地企業が鰹節を生産しており、ヤマキは提携して仕入れ先としている。ヤマキはこのほか鰹節の韓国現地生産にも乗り出している。 鰹節やサバの舎熟に使った煮汁を長時間加熱して煮詰めたものを煎じという。サバ煎じは薬師まで生産されている。和名類受賞などには鰹煎じるの記述があり古くから調味料として使用されてきた。鰹節削り器食用として利用する際にはカンナで削り削り節とするのが伝統的な方法である。この削り節は 調味料として和食では重宝される。鰹節からのイノシン酸の抽出には水に含まれるミネラルが悪影響を及ぼすので軟水の使用が望ましい。水分を十分除去した鰹節は長期保存での腐敗はしないが、鰹節虫などの害虫の発生には注意が必要である。ありがとうございます。